もじゅんです。今回はですね、こちらババンユニクロ U のフーデッドブルゾンと、こちらユニクロ&ジュエル・アンダーソンのこちらブルゾン、どっちが最強なのか徹底比較していきたいと思います。価格もね、同じ7,990円。これでこのアイテム的にもさ、めちゃくちゃ似てるじゃないですか。このシャカシャカ系ウィンドブレーカーみたいなやつ、風防いでくれるし雨も弾いてくれるし、最強のアイテムなんですけど、結局どっちがいいのか比較していきたいなと思っております。さらにですね、着こなしそれぞれで7コーデもしますし、さらにですね、こちらのブルゾンをかっこよくおしゃれに着こなす3つのテクニックもご紹介しようかなと思ってますんで、まあ、ゆっくり見ててください。僕ですね、シャカシャカ系のアウター好きで、この GU のアノラックパーカーとかも買ったんだけど、これめちゃくちゃかっこいいですよね。デザインで見たらこれ95点ぐらい、ほんまにかっこいい。何にでも合わすことができる名作なわけなんだけど、機能性がいまいちなんですよね。価格、まあ、3000円でめっちゃいいんだけど、例えばですね、これ柔らかい生地なんで、ジッパー上まで上げてもちょっとこう頼りない感じ、寒い時とかに風がビュービューの中に入ってくる感じ。しかもですね、フードをね、かぶってやったですね、前から風吹いたらビヨーンってすぐ取れてしまう。アジャスターとかなんか紐がついてないから絞ることもできないわけですよね。で、さらにでっかいね、ポケットあるんだけど、例えばスマホとか財布入れてやったら、こうダルーンと垂れてしまう。形が崩れてしまうということで、機能面が残念なんでね、トータル的にまあ大体90点ぐらいですかね。一方ですね、ユニクロコラボのやつはデザイン性バリ高い、さらに機能面もバリ水準高いということで、半端ないわけですよ。価格もね、8000円でちょい高いんだけどね。僕こういうシャカシャカ系めちゃくちゃ好きでですね、折りたたんで持ち運ぶこともできるわけやんか。最近は旅行とかあんまできへんけど、例えば飛行機に乗って出かける時とかも、飛行機の上空行ったらめっちゃ寒かったりするんで、これを羽織ることもできるし、旅先行って意外と寒いってなった時もこれ着とけば大丈夫ということで、シャカシャカ系のこうウィンドブレーカー大好きなんですよね。通勤通学でもかなりおすすめですよ。自転車乗る時とか朝晩寒かったりするじゃないですか。そういう時にめちゃおすすめなんだよね。まずですね、こちらユニクロ&ジーズブランダーソン2022春夏コレクションのやつなんだけど、オーバーサイズブルゾンカラーブロックでございます。カラー2色で、このオリーブのやつとブルーのやつ2色なんだけど、どっちもね、ジーズブランダーソンらしい感じ、2カラーになってて、すごくね、可愛らしいんですよね。この緑とオリーブの色合わせがね、個人的にはめっちゃすごいでございます。カジュアルに着こなせる感じですよね。こちら素材はですね、ナイロン 100% で、ちょっとこうシワ加工入ったような感じになってるわけですね。まあ、着想源はですね、これマリンジャケットと言いますか、セーリングジャケットかなと思いました。で、さらに裏側見てみるとですね、このような感じでメッシュになっておりまして、ポリエステル 100%、 着心地も爽やかでいいんかなって感じですわ。で、襟のところ見てみるとですね、こちらフードが隠されておりますわ。こうベリベリっと剥がすとですね、フードが出てくる。普段はこうしまっとくこともできるわけですわ。で、中から出てきたフード、こちらもね、オリーブカラーとなっております。フードのね、前のところ見てもらったらね、わかるんだけど、このような感じで帽子のつばみたいな感じになってて、雨とかもこうちゃんとこう落ちやすいような感じになってるわけですよね。撥水機能ありだしね、ほんといいわけ。で、さらにこちらよく見るとですね、紐がついておりますんで、こうヒュッと絞ることができる。これをずらすことによってで、こう絞ることができる。雨とか風が顔に当たらないようにすることもできるわけですよね。デザイン的にも機能的にもすごいこれ可愛らしいよね。で、さらにこちらね、よく見ると JW アンダーソンのロゴも入っております。かっこいいね。で、さらにこちらね、ジッパーがついてるわけなんですけど、紐がついててね、締めやすいようになっていると。で、この辺とかもオリーブカラーに統一されててすごいよね。で、さらにこちらね、前立てがありますんで、ジッパー締めなくてもこちらスナップボタンでね、パチパチと前を止めることができるわけだよね。つまりもダブルジッパー的な要素もあるわけなんですよね。この辺の前立てとかもすごい生地がね、しっかりしてていいわけっすわ。襟の立ちもめちゃくちゃいいよね。このフードが入ってるんでね。こちらですね、サイドにポケットがついてるんだけど、チャックとかスナップボタンはついてないんだよね。ただ物が落ちにくいような仕様になっております。裏側見てみると、ちょっとこうメッシュが二重になった感じで、ちょっとね、心もとない感じはするよね。重いものとかはあんま入れん方がいいかも。で、さらにこちら内ポケットもございます。こちらにね、遊戯王カードとか納豆とか何でも入れれるかな。袖のところね、スナップボタンついておりまして、調節可能でございます。身長177センチ、70キロの体型の足がこちら試着すると、はい、このような感じでございます。かっこいい、かわいらしいですよね。なんかこう上品とかそのドレッシーとかそういう感じではないんだよね。カジュアルでちょっとマリンテイストな感じ。着こなしのポイント1点目なんですけど、このような感じでスラックスと合わせてやると結構ですね、かっこよくなると。これ自体がめっちゃカジュアルなんで、こうドレッシーとカジュアルのちょうどいいバランスになるわけよね。で、さらに着こなしポイント2点目なんだけど、このトップスインナーなんだけど、こうタックインしてやってもかっこいいんだよね。フォーマルというかドレッシーな感じ感じでて、すごく大人目な感じでいいですよね。で、
で、さらにこういうシャツとかをインナーに持ってきてやってですね、こう裾をチラ見せするとまたおしゃれだったりするわけなんですよね。さらに着こなしポイント3つ目なんだけど、色の組み合わせですよね。基本的には白黒で合わせてやるとめちゃくちゃかっこいい。で、2点目セットアップでやるとめちゃくちゃかっこいい。今回ね、セットアップできるようなボトムス発売してなかったんでこれはできないですけど、で、3つ目なんだけど同色系のコーデしてやるということで、まあ、緑とかオリーブ系のカラーと合わせてやるとね、全体的にまとまるんですごいバランスいいコーディネートができます。ということで着回し7コーデいきましょう。まず1点目こちら、白のボトムスがやっぱ一番しっくりきますよね。すごい爽やかで夏のコーデって感じしますわ。細身のパンツと合わせてやるとスマートな印象になりますよね。で、続いて黒のボトムス、これも間違いないんすよね。モードっぽい感じにもなるし、全体的に落ち着いたトーンになりますよね。大人っぽい印象、黒のねスラックス履いております。続いてグレーのボトムス、これも間違いないですよね。白シャツをこうチラ見せするレイヤードでございます。ワイド身のパンツでも細身のパンツでもいいですよね。続いてベージュのパンツ、白黒グレー同様、ベージュもねめちゃくちゃ着回ししやすいんですよね。続きまして同色系のコーディネート、オリーブのパンツとオリーブの T シャツと合わせております。全体的に色味が近いんですごいまとまってていいですよね。で、さらにデニムなんだけど、こちらワイド身のデニムに T シャツタックインしてですね、ドレッシーとカジュアルのねちょうどいいバランスをとっております。しかも革靴。ラストショートパンツと合わせたコーディネート、まあ、夏はねこのような感じでもありなんかな。ボーダーと合わせてよりマリンな感じね。残念ポイント上げるとしたら、まあ2点ですかね。まず1点目、着心地をね、まあ綿とかと比べるとそこまでは良くないかなみたいな。まあポリエステルとかナイロンの生地なんで、まあ、そこまで着心地いいかと言われたら、まあ微妙っちゃ微妙ですね。で、2点目なんだけど、今このカラーねすごい気に入ってんだよね。トレンド感あるこの緑とかも入っててめっちゃいいんだけど、かっこよく決まるかどうかと言われたら微妙さね。デートで着ていくかって言われたらあーって思ってしまうかな。まあ、個人的にはめっちゃ好きなんだけどね。万人受けはもしかしたらせんのかなって感じはします。こちら特典付けさせていただきました。90点です。続いて紹介するのがこちら、ユニクロ U 2022春夏コレクションのオーバーサイズフーテッドブルゾンでございます。こちらカラーがブラックとパープルカラーなんですけど、オンラインの方ではパープル完売で、ブラックの方もね S しか残ってないんですよね。めちゃくちゃ人気。他のアイテムはね値下げしてんだけど、こちらに関しては全然値下げしていないアイテムでございます。こちらですね、なんといってもこのデザイン的にめちゃくちゃ可愛くて、ヨークがついているんですよね。前も後ろも、これ風通しもすごくいいんで、デザインも機能面も両方とも優れてるわけです。しかも肩のところね、縫い目がないわけなんすよね。生地が1枚でこう作られてある袖のところもすごすぎん。そしてですね、こちら雨も風も防いでくれるんだけど、綿 100% なんでね、どういうことみたいな。シャカシャカっとした生地感なんだけど綿 100%、まあ、スーピマコットみたいな感じなんかな。なんかコーティングしてるんかもしれないですけどね。撥水実験前やったんだけど、ちゃんとね水弾くのマジやばい。で、さらにこちらね、襟のところジッパーがありまして、フードを出すことができます。このジッパーもさ、ちゃんとパープルのから全て統一されてんだよね。クリストフ・ルメールさんらしいですよね。色を統一してる。このミニマルですごいかっこいいデザイン、アースカラーだとかそういうニュアンスカラーもすごい得意ですよね。突然雨が降ってきたらこのような感じでね、フードを出すことができます。で、さらにこちらですね、ストッパーみたいなのついてるんで、紐を引っ張って長さを調整できると、雨とか風が顔に当たらないようにできます。こちらですね、中ペロンと開けてみるとメッシュとか特についてないんですよね。中も綿 100% の生地となっております。で、さらにね、裾のところ見てもらったら、こちらストッパーついてるんで、こうギュッと引っ張ってやるとシルエットをね変えることもできます。下からのこう風を防ぐこともできるし、優れもの。こちらですね、内ポケットとかないんだけど、両サイドにちゃんとねポケットがついております。しかもですね、こう紫色のチャックがついてるんで、大事なものとか入れてても大丈夫、落ちないですよね。こちらですね、試着してみるとはこのような感じでございます。いや、かわいいね、春っぽい。こうパステルカラーが絶妙にいいですよね。黒のボトムスとか白のボトムスとかベージュとかグレーとか何でもいけるんですよね。こちら袖のところはねゴムになっておりまして、風もね入りにくいようになっております。こう袖まくりとかもめちゃくちゃいいし、こちらもですねシングルの、まあ、ジッパーになっておりまして、このように上げることができると。前立てがないのがちょっと残念ポイントではありますよね。で、綿 100% なんで着心地がめちゃくちゃいいんだよね。ジェイダブランダンスのコラボのやつは2ブロックになっとったんだけど、こちらもう全て紫で統一されてるんで、上品な感じ、綺麗めにコーディネートしやすいですよね。スラックスともちろん相性抜群。ということで、こちらのアイテム使った着こなし7コーデいきましょう。まず白のボトムス、相性抜群ですよね。色味も近いしすごい爽やかな感じで、さらに黒のボトムスと合わせるとこのような感じ、かっこいいっすよね。クールな感じになりますわ。で、さらにグ
グレーのボトムスと合わせるとこんな感じ。シャツをチラ見せしてやってもいいよね。そしてベージュのボトムス、これもメサメサいいよね。ベージュとパープルとかベージュとピンクってめちゃくちゃ相性良かったりするよね。続いて同色系のコーディネートということでデニムと合わせております。こんな感じで、あの普通の T シャツロンティとかの裾チラ見せするレイアウトしてやると可愛らしいよね。ちょっとこれストリートっぽい感じになるけどね。でさらにオリーブのパンツなんだけど、これも相性抜群よね。で最後はこちらマスタードのショートパンツと合わせてちょっとカジュアルめな感じにしております。ということでこちらもですね、着回しはねめちゃくちゃしやすいんですよね。かなりおすすめですわ。残念ポイントは先ほども言ったんだけど、前立てがないんだけど、まあその分ねすごいシンプルなデザインになってるんだよな。こちらですね、得点付けさせていただきますと、今のテンション的には95点。もうデザイン的にも機能的にもマジでレベル高いんですよね。 JW アンダーソンにウィーン勝利でございます。ってことでね、比較してきたんですけど、いかがだったでしょうか。個人的には両方ともめちゃくちゃ好きなアイテムで満足度高いやつなんですよね。まあ、気分に合わせてって感じは、今日カジュアルめで行きたいなーみたいな、アウトドアで行きたいなーって時はこっちでもいいし、ちょっとこう可愛めパステルっぽい感じ、春っぽい感じで行きたい時はこっち着ていきゃいいし、気分によって行きたらええんかなって感じでございます。ってことで以上、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。